親戚のおじさんたちとか、あ、結
もう焼酎は人に作らせるんじゃなくて、あの自分でもうお湯のポットと一升瓶を抱えて自分で作るっていう感じで、だから私帰って作るよ作るよって言って作ろうと思ったら、ないが作るとっつって自分で作るんですよ。なんか焼酎の飲み方っていうのは親戚のおじさんたちにすごい教えられてきましたね。あとは灰が降るとぐらいですかね。まあ押してない。いや、押してないけど、はい、結構日常茶飯事にどん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 桜島爆発して、うん、結構雨みたいに降るんで、多分鹿児島以外の人が鹿児島にいる時に撮ったらすごい珍しい、なんじゃこれみたいななると。僕はあの広島県の尾道市というところが、尾道といえば、まあ、映画ですね、まあ、映画すごい有名です。僕はそれから猫有名ですか、それから尾道ラーメンですね、それからアナゴ、これも有名か、アナゴの、はい、しまなみ海道で、まあ広島っていう意味ではもうそれはもちろんお好み焼き、カップ、ね、カップだろう、一番ごめん、ね、カープすいません、カープお好み焼き、もみじまんじゅう、あ宮島あのほら厳島神社、あ、はい、いっぱいあります。はい、都道府県って言ったら神奈川県なんですけど、私横浜がすごい好きで、鹿児島から上京してきて、なんかすごいなんか横浜に憧れてたんですよ。なんか大人の街に、ね、横浜に仕事に行くことが大学になってからあって、あるからなんか私なんか横浜で仕事してるかっこいい、私かっこいいかもしれないと思って、横浜が好きです。北海道ですね。北海道のオペラによく出てるのでまた行くんですけど、食い物がとにかくまあうまい、食い物うまい、人も多い、人が多い、そしてでかい。オペラの稽古で夏行くとクーラーが稽古場についてないっていう、あれがあって草地暑い、暑い、でも夜になると涼しい、いいとこですね。それでは本日 の、 あのコンサートのハイライトをお送りします。どうぞ。
profession. Almost.